こんにちは、はるです。今日は CJ の本社ビル1階にオープンしたビビゴマーケットにやってきました。めっちゃ新しくて綺麗で、後ろを見てすごい可愛いフォトスポットとかもあります。今日はビビゴマーケット何があるか、美味しいものも紹介していきたいと思います。それではスタート。6年間住んでた私がマニア向けの韓国グルメや美容医療、韓国最新コスメやスキンケア流行などを配信するチャンネルだよ。チャンネル登録してね。今月 CJ 本社の1階にオープンしたばかりのビビゴマーケット。一体どんな場所なんでしょうか。早速見ていきます。こちらずらりと並んだショーケースがあるんですけど、ここはビビゴのアイテムがいっぱいあるだけじゃなくて、これから出る最新アイテムとかも試せるとか、そういうことにもなっていくそうです。種類多いですね。多分皆さんもスーパーとかで見たことある商品があるんじゃないかと思うんですけど、これとか見て、フノパン、韓国語で船焼きなんですけど、日本でいうとこのミニタイ焼きみたいな感じですね。これとかも初段おすすめフノパンって、トウモロコシが入ってるフノパン、これまだスーパーとかで売ってないんじゃないかな。こちらにはミチョのアイテムがあります。ミチョね、大好きなんだよね。美味しいしさっぱりしてるし、私よく炭酸割りとかで飲むんですけど、見てほら、太陽のシトラスとか、結構新しい味もどんどん増えていってますね。ここにあるアイテムももちろん CJ 本社が売っているものなので、お得に購入することができます。こんな感じで可愛いカートにビビゴのアイテムが載っているフォトスポットとかもあったりします。ちょっとどうやって撮るか皆さん工夫してね、可愛いインスタ映え写真を撮ってみてください。で、CJ といったらビビゴがね、グローバル韓式ブランドってすごい有名なんですけど、韓国人って言ったら CJ イコールダシダのイメージが強いと思うんですよ。韓国料理でダシダ使わずにチゲとか作らない方あんまいないんじゃないかな。これね、40年の歴史がある調味料なんですよ。めちゃくちゃ有名です。こういう有名な調味料とかもあるし、新しい辛ラーメンとかも入ってあります。ビビゴマーケットでは2000円以上購入するとこちらのビビゴガシャポンをすることができます。なんか2つ出てきた。なんだろう、冷麺でした。かわいい。これ冷麺とちょっと2つ出てきたんで、せっかくなんでもう1個もどんなのか開けたいと思います。もう1個の方は、あ、これはプルコギキンパでした。かわいい。わかるかな。パッケージとその食べ物が一緒になってるキーホルダーを2000円以上購入で買いますことができます。店内一番奥にあるデリエリアではランチメニューとディナーメニューが楽しめます。ランチはヤンニョムチキンラップサンドやプンシクセット、ディナータイムはチュロス&トッポギやキンパサムセットなどを食べることができます。もちろんカフェメニューも充実していて、渋谷にあるコーヒースープリームの豆を使ったラテなどカフェドリンクを楽しむことができるんです。ミチョのお酢を使った美味しいエイドなどもあります。来ました、美味しそう。こちらランチセットからディナーセットまでね、昼から夜までいろいろやってるんですけど、今回はランチタイムのメニューを紹介したいと思います。まずこちらプンシクセットの、私が今回いただくのは A セットですね。 ABC から選べるようになってるんですけど、トッポキとマンドゥティギム、マンドゥを揚げたものと、あとキンマリが入ってますね。そしてビビゴのキンパです。美味しそう。熱々です。それでは早速いただきたいと思います。トッポキから、安定のビビゴのトッポギですね。このビビゴのトッポギは辛すぎなくて、甘辛がちょうどよくて美味しいんですけど、ビビゴ自体がグローバル韓式ブランドだから、世界中でね、韓国料理が愛されるために作られたブランドだから、ちょうどいい辛さだから皆さんにも食べやすいんじゃないかと思います。甘辛がちょうどいいですね。お餅ももっちもちです。続いてトッポギといったらキンマリじゃないですか。この春雨がね、海苔に巻いてあって揚げてあるんですけど、韓国ではトッポギのソースにつけていただきます。ザクザクで美味しいですね。この海苔と衣の味がすごい美味しいです。ザクザク。続いてはマンドゥティギムです。ビビゴの代表商品のマンドゥを揚げたものです。これもザクザク系かな。いただきます。美味しいですね。これもあのマンドゥの野菜とお肉がいっぱい詰まった感じ。なんかキンマリもマンドゥティギンもこうやってトッポギのソースにつけて食べるのがね、一番おすすめです。ご飯とも合うんだけどね。続いてはキンパいただきたいと思います。私これ実はつい先週、近所のスーパーの冷凍食品コーナーでビビゴのキンパをね、買って食べたばっかりなんですけど、冷凍とは思えないクオリティのキンパなんですよ。キンパといったらごま油の香りなんですけど、
すごいしっかりごま油の香りがするんですよね。でもこれがトッポキとキンパ5切れがちょうどいいボリュームです。続いてドリンクもね、美味しいメニューがいっぱいあるんですけど、これはミチョを活用したドリンクで、ミチョシトラスハイビスカススパークリングエイドです。ちょっと名前は長いんですけど、どんな感じだろう。うん、美味しい。すごいさっぱりしてる。上がね、ミチョの甘酸っぱいドリンクで、下にマンゴー味の美味しいゼリーが入ってて、スパークリングだけど炭酸はそんなに強すぎなくて、微炭酸みたいな感じですね。あ、飲みやすい。ちょっとまだまだ暑いと思うんで、ごくごく飲めますこれ。続いてこちらがビビゴラテです。ちょっと韓国のカフェで飲むみたいなおしゃれなカフェドリンクといったところでしょうか。黒糖をベースに作られてる甘めのカフェラテだそうで気になります。ストローよりちょっとこのままいこうかな。すっごい美味しい。これ全然違う。ちょっとね、豆も有名なところ渋谷の店舗から仕入れてる豆を使っていて、コーヒー自体もすごく美味しいんですけど、上のすっごい滑らかな泡と、あと黒糖の甘みがすごい合わさって美味しいです。これ私的におすすめは、まず最初ストローよりこうやって上のフォームを楽しむようにこうやって飲んでみてください。うん、美味しい。これさすがビビゴカフェメニュー、こういうドリンクも手抜いてないですね。というわけで今回はね、ビビゴの本社ビル1階にオープンしたビビゴマーケットを紹介いたしました。ランチタイム、ディナータイムがやっていて、ディナータイムはちょっとお酒に合ったメニューとかおつまみメニューも提供していて、お酒も飲めるので、よかったらねフラッと寄ってみるのもいいかもしれないです。で、場所が新橋駅と虎ノ門駅のちょうど中間ぐらいにあるので、どちらからも来やすいエリアにありますので、よかったら皆さん行ってみてください。韓国系のイベントの後とかね、がっつりじゃないけど気軽にビビゴメニュー飲みつつ食べつつ友達とお話ししたいなって場合、すごく快適な店内なので、よかったら皆さんぜひ来てみてください。ビビゴマーケットニューオープンです。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。アニョン。